んばんは。みりんがくじをお知らせします。イエーイ、くじ。はい、今日はいつもより早めのねスタートということでです。以上それだけですか。それだけです。はい、以上。はい、早めの始まりで早めに終わります。今はですね、まだ見せれないですけどチェキを書いておりました。チェキのサインを入れておりました。お名前はね当日に入れるんですけど、ね、いつもサイン会とかサイン事前に書いてるから、今回も事前にサイン書いとこう。なのでそう、どのチェキが当たるかお楽しみに。お楽しみに。めちゃくちゃなんか私が今持ってるのは本当にごく一部なんですけど、なんかすごいこんなにもたくさんの方が申し込んでくれたんだと思うとめちゃくちゃ嬉しくなりながら、しかもなんか久しぶりにサインめちゃくちゃ書くなって思いながらサインしてました。いつも握手会、 ST の握手会の時はいつもその、ね、大量に何百枚とか書くので、それがね最近全然なかったので久しぶりにいっぱい書くなって思いながら書いてました。ね、しばらくなかったもんね。腕が疲れたんじゃない？腕はね疲れないです全然。だってもともとだって毎回書いてたし、チェキじゃないサインとか別に私毎回疲れなかったから、向いてるんだと思うサインいっぱい書くの。きっとそうだ。もうめっちゃチェキ埋もれちゃってる。これもチェキ、これもチェキ、これもチェキ。これはまだ書いてない。でこれはこっちか、うん。はい。そしてですね。なんか今日めっちゃ顔丸く見えるな。どう？まんまるですか？私だけ今日顔丸く見える。いつもだよは置いといて、いつもだよは置いといて、そんなことない。ありがとうございます。はい、ありがたいことに早速2時でねお話し会完売が出ました。ありがとうございます。31日人気目、やっぱり私がすごいおすすめしたから皆さんそこから申し込んでくださったのかな。ありがとうございますね。キューブすごい。キューブ10月31の6部以外だ。1,2,3,5,7,8,9 あとどこが売り切れてたんだっけ。 あとあれだ。ええってあれ2,3,5,7,8,9で、あと12月23の1時間目、うんうん、とあとは12月24のラストの部ね。やっぱり私の予想通り、いや予想通りっていうか私がここ売り切れるよって言ったからかな。23の一部も今言った？言ったよね。あ、コメントがきっと遅れてるのかな。ね、あ、相乗効果ね。だね。12月24日はでもなんかクリスマスの時っていつもその
運営の方が用意してくださるあのサンタさんを着るんですけど、今回は自分で用意しないするのかな、なので自分で用意します。自分で用意したサンタさんになります。イエーイ。なんか珍しいよね、あんまりない、自分でサンタさんになるなんて。なくない？めっちゃない。その用意してもらったサンタさんしか来たことないかも。はい、一日サンタさんで皆さん待ってます。待ってます。なんかちょっと嫌々とかじゃなくて結構楽しんでる、なんか結構楽しんでる、なんかなんかいつもサンタさんのやつってすっごい可愛いワンピースとかなんですけど、なんか世の中にはもっともっと可愛いサンタさんいっぱいあるじゃないですか。だからなんかちょっと楽しみだよね。今からもう考えとこう、どんなサンタさんにするか。持ってる、いや買います、このためにだから、うん、持ってないです。自分でサンタさんはしたことないです。しかもこういうのってなんか若いうちにじゃないけど、別にね若いうちじゃなくてもしてもいいんですよ。でもなんかなんだろうなね、こうちょっと若いうちに楽しむもんじゃないですかきっと。なのでアイドルのうちに自分でサンタさんを買うという激レア体験をしたいと思います。あ、トナカイでもいいな、うん。当選枚数が少ないから、あ、でも12月24はまだまだ受け付けてますよ、受け付けてますぜ。12月24はへえ、あ、すごいね、すごい身寄り情報っていうか、やっぱりって感じ。千穂ちゃんもみちもひなちゃんもあと私かふーちゃんもみんな12月24日は最後の部が売り切れてる。これあれだね、もし来年とかさ会った時にさ絶対こう誰を買うにしろやっぱり最後は1時2時で買わないとってことですね、うん、なるほどね。まあ年内ラストだしね。あとは私は2時間目、3時間目、5時間目、6時間目、7時間目、8時間目、9時間目が残っております。うん、なのでまあ2時間目最初の部で先に撮って、私のそのルンルンウキウキなサンタさんをあの初めに見るもよし、あとはまあゆったりまったり5、6、7時間目、8時間目ぐらいでゆったりまったり見るもよし。あ、今日ショールームあったら12月24日申し込む。ありがとう、会おうぜひ。なんかそう楽しみ。あとはですね、ニャーポッポで、ちょっと待って、ニャーポッポこれか、ニャーポッポでですね1月16日にニャポッポでその4枚目の時にしようって言ってたやつができなかったんですけど、今回振り替えじゃなくって新しく5枚目の時にみんなでしようっていうことになったので、1月16日にニャポッポでみんなで JK になります。イエーイ、ちょっと携帯持ってるから親指だけの拍手、親指と5本指の拍手。あ、自分の誕生日に一番近い日申し込んで、それはもうじゃああれだね、もうハッピーバースデートゥーユーが歌い終えるぐらいまで20枚ぐらい買ってもらえ、申し込んでもらえたらもうフル尺で歌えますね、ハッピーバースデートゥーユーが。そう、1月16、ちょっとね今日ね全然ねメール送ってないのでね、メール
メールを送ります。でメールでも言えてない、まだその16日にとか言えてない。ショールーム中お楽しみに。私のお話し会の URL 貼っとこう。ペットキャラアニさんの効果音もつけといた。1枚何秒の、それは出てないので知らないです。みんなも気になると思うけど、それはね来てからのお楽しみということで、公式に書いてない情報は何も言えません、言えません、言えません。あ、セーラー服なのかブレザーなのか、確かにそれも気になりまっとね、気になりまっとね。ちょっと隠す。ちょっとどんな顔だったかはね、ちょっとメールで、メールだけで。夏服ですか、どうですかね。でもまあ4枚目の時に着ようって言ってたので、4枚目もそもそも冬なので、きっとね冬なんじゃないかなっていう考えどうなんですかね。1月16日だよね、大学の話し会。あ、この絵文字使えないんだよね、メールだと。メール打ってます。早めに打つの早いね、ありがとう。ちょっと現代人なもので、現代、そこはなんか若いなって思う、自分のことを、自分のことを若いなって思う瞬間は打つの早いかも、シュポポポポポって。でも自分のことをあれだなって思うのが、インスタとかもまだ全然わかんないし、お1週間すごいハートめっちゃキュンです。TikTok とかもね、若者の間ではバック上がり中なんだけどね、もうスタジオのやつぐらいしか見てないかも全然。16日は12356789 12356789 12356789、合ってる ?12356789、 あれ ?12 12356789、 合ってる。
まだのばめこない。そんなにリアルタイムではいかないですよ。残念。いつの日の時間割り？1月16です。1,2,3,5,6,7,8,9 1,2,3,5,6,7,8,9 合ってる。また隠す。見たい方はぜひメールを。完売したのって10月31日の、ちょっと自分で調べた方がいいかも。今出るから。デル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 デ789。そして11月23日の一部だっけな。デル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 、ね、交換が独特。わっはあ、やっぱりみんな休日の方が、あ、ブーじゃなくて時間目だ。ちょっと私そこ気にしちゃう。2 3 3 5 7 8 9 9、時間目。あ、自分は土日祝をメインにしました。ほも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 、どうですか？時間割なんや。そうそう、 STU の握手会は時間割なんですよ。確かに今回はチャイム聞けないですね。セリフで言います。じゃあ自分で、誰も聞いてない、スタッフさんが聞いてるのかな、きっと。時間目、12月24日。平日は悩んでる。おお、まあそうだよね。でも逆に言うと、なんだろうな、こう1時間がこう、マックスがわからないですけど、マックスでめっちゃお話ししたい人は平日にめっちゃ買うとまとめ出しできるよってことだよね。10時間目、10時間目が完売しました。ありがとう。10月31日は何部だっけな。6時間目、切れるのかどうなんだろうね。ちょっとわからないです、その辺は。久しぶりに見れた、ありがとう。この時間だからかな。何やら
とはあれだ、完売してる服があるってことは、その10月31日の 1,2,3,5,6,7,8,9時間目と11月23日の1時間目と12月24日の10時間目を申し込んだ方は、もれなく私のその部を買った方限定のオリジナルフォトメッセージ付きフォト2回言っちゃったが全員もらえます。イエーイ。そうなの、完売した分はみんなもらえる。やったー、オリジナルフォトでどういうフォトなのかわかんないですけど、あ、写真入れるの忘れちゃった。間違えた。もう30分経っちゃう、早い。フォトそれ自体を販売してほしい。特典なのでね、欲しい方はぜひお話し会を申し込んでください。あ、この間の投票では1月11日も人気だったねって。確かに、確かに。始業式じゃない、なんだろう、同じような写真になっちゃう。あ、メール来た。ショールーム中。1,2,3,4,5,6。あ、あと1通だ。あと1通だ。内緒。ちょっと変顔。メールにしかね送れない感じ。そんなに変顔じゃないかな。まあ、ちょっとアイドルが変顔してるぐらいのやつ。アイドルですから、そう、アイドルな感じの変顔にした。本気の変顔はね、明日の14時までだよね。13時だっけ、どっちだっけ、13時だっけ。13時まで、はい。
こんばんは。あ、こんばんは。もうめっちゃさ、すべてのメールに URL 載ってると言っても過言ではないぐらい、なんかめっちゃ送ってるから、どのメールから飛んでもいいよ。どのメールから飛んでもよいよ。あ、私ちょっと片付けちゃったからここにないや、あれが。あ、これだ、あった。でん、ちょっとまたアンケートしてみようかな。あなたはどの部を取りましたかっていうのアンケートしてみたいと思います。このやつで、なんか初回、なんだろうな、10月31日はもう1個しか部残ってないから、あれだよね、あれだよねって、どれだよねって感じだけど、どれだよねって感じだけど、まあでも3時からめちゃくちゃ申し込めるので、全部申し込んでる方もきっといると思います。全日程を申し込んでる方、あ、これから取るやつ、これから取るやつ、3時で取ろうと思ってるやつ、3時で取ろうと思ってるやつ、3時で取ってるやつです。お、聞いてみたいと思います。1、10月31日、2、11月23日、3、11月26日、4、12月18日、5、12月24日、6、1月11日、7、1月13日、8、1月16日、9、1月17日、10、1月20日、11、1月21日、12、1月29日、13、2月11日、14、2月13日、15、2月19日、16、2月20日、17、2月21日、じゃん。予定でもよかです、もちろんです。なんかまだ確定じゃないけど、この部に申し込もうと思ってるっていうやつを、まあ悩んでる方はこの結果を見てもよし、全部の方は全部に投げてください。それでは、17、すごいよね、改めて考えると17日分は、17日あるってすごいよね。マックスの方は17日間お話しできるってことでしょ。すごい、すごい、すごいな。ちなみに、なんかすごい無責任なこと言えないけど、なんかやっぱり私も初めてで不安なので、こう一部でなんか何枚か持っててくれるとちゃんとお話ができそうな気がします。もちろんね、一部で一枚でも全然多分お話できるようになってるんだとは思うけど、その積もる話がたくさんあるじゃないですか、お互いだから。そう、ちょっと積もりすぎちゃって時間制限来ちゃうとね、あれなので、こう積もる分だけ一気にお話できたらね、お互いのやり取りができるのかなって思います。全然コメント来ないと思ったら、みんな投票してくれてるのかね。その1枚がどれぐらいとかは皆さん気になると思うけど、そういうのはわからないし、発表もされてないのでね、そこを探っても仕方がないです。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。お、あー、あー、へー、やっぱり1位が
12月24、サンタさんの日ですね。サンタさんの日だって可愛い。あ、もうこれ書いちゃったら次使えないや、いいや。2番目が 9.7% の、3番目が 8.8。 あー、ニャポッポの日。4番目が6番、あ、あ、やっぱ新年明けおめですね。 7.6。 でも結構今回分かれた気がする。なぜならば昨日聞いた時 20% ぐらいが10月31日って言ってたって、結構偏ってたので、割とまんべんなく、あた、なんかまんべんなく申し込んでくれてるんじゃないかなって感じ。やっぱりあれだね、 6.9%、 2月21日が人気なんですね。5番目が 6.9%、 1、2、3、4、5、6.8%。 ということですね。なのでまあこの辺はまあでも一生ぐらいだけど、ほぼあとはどっこいどっこいなんですけどね。うーん、まあでもこの結果から見てこの日確実にあとでいいやっていうのがなんかあんまりない気がする。わかんないけど、わかんないですけど、そのまんべんなくなってめっちゃ偏ってるわけじゃないので、なんかこの日あとでいいやって絶対なれる日がってことですね。まあ、一番多かったのがこの12月24日なので、まあ一番売り切れるとしたら、まあでも私的に多分 9.7% の人が10月31日の1個の分に絞ってくるので、ここは確実に多分取らないと3時でもうないと思うので、ここ来たい方は絶対、そのここはね、だってそのなんか 7個8個9個にバーって散ってるけど 12.9% の人が、ここはこの数字の人がみんな申し込んでるので、ぜひぜひ。まあでも申し込んでも外れたらその時なので、別にここは外れると思って申し込んでみるのもありだと思います。はい、次に多かったのが、めっちゃなんか授業みたい、はいこっち見てみたいな。次に多かったのが12月24日ですね。はい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 、やっぱサンタさん私も楽しみなので、ぜひサンタさん一目見に来てください。一目でいいんですか一目でいいんですか、一目二目三目ぐらい見ますか、三目ぐらいね、見ちゃいますか。次に多かったのが1月16日ニャンポッポの日ですね。この日はまあある意味コスプレになりますね。私のはもう JK ではないのでコスプレってなっちゃうんですけど、まあ、ここはニャポポでお揃いで買った制服を着ます。まあ、果たしてでもどう、なんかそのツインテールにするかっていう私の中の一個疑問があったんですけど、勝手にね、勝手に誰に言われたでもなく勝手にあったんだけど、私の中の JK ってストレートなイメージなんですよ。かまあ三つ編みでも、なんか三つ編みじゃなんか私の中の JK はストレートロングな感じかなって感じです。ああと言うの忘れてた、ここはまだ皆さん注目してないと思いますけど、なんかごめん投票する前に言えばよかった。2月13日はまあバレンタインデーキー、バレンタイン前夜祭ということで、はい、まあなんかします
それを今考えてて、何でバレンタインと言ったら何なの？私のバレンタインと言ったらなんか普通にエプロンなんだけど、私バレンタインは毎回友チョコは手作りしてるので、なのでなんかどうなんだろう、あエプロン上等、エプロンいい、あ本当にエプロンいいですか、もし可能であればなんか持っときますね、お菓子みたいなのって、あーみたいなのもできたらいいね。握手会とかだったらさできないからさね、なんか疑似体験疑似あーみたいな感じで、バレンタインスペシャルデーということで、これはもうちなみにどこにも載ってないここだけの情報なので、2月13日が私がバレンタインの日、バレンタイン前夜祭にそのエプロンをするっていうのは、メールにも送ってない本当にショールーム限定の情報なので、まあそういうことですよね。ぜひ今見てる方はなんとお買い得ですよですね。ぜひぜひ URL わかんないよって方はメール取ってくださってる方メールからでもいいし、あの Twitter に載せてるので2、3個前のツイートに、うん、なのでぜひ、ここもあれかな、実は裏劇戦区かも、裏劇戦区かもな。16日はあとちょっとここだけ、さらに16日は部で髪型を変えます、書いとこ忘れちゃう、髪型変える髪型変わる、まあ、ストレートもありつつなんかいろんな髪型があるみたいなんですけど、まあどの部がどの髪型とはまあまだちょめちょめですね、まだそれはシークレットですね。はい、何パターンかもわかんないし、どの部で変わるかもわかんないので、もしかしたらわかんないけど最後の部だけツインテールとかっていうこともあるし、午前中何ツインテールで午後ストレートとかそこで区切るかもしれないし、それは神のみぞ知るっていうか私のその日の気分ですね、本当にその日の気分です。だからなんか2つしか髪型ないかもしれないし、毎部髪型違うかもしれないし、それは本当になんか朝起きての気分ですね。なのでまあいろんな JK 読みに読みたい方ぜひね、ここ全部の部申し込むともしかしたらいいことがあるかもしれないし、ないかもしれないしっていうことですね。丸刈りはないです、ツインテールは見たい、まあ、でもツインテールはね多分どっかでやると思う、なんか私こういうの結構ねノリノリな人なんですよなんかあんまり大人数が見てないとノリノリなんですよね、こういうなんかショールームとかでなんかキャッコスプレーみたいなのはちょっと気が引けるんですけど、なんか1対1じゃん、どうせっていうかしかもそんな申し込むのってまあ多分私のことをきっとね応援してくれてる人なんだろうなっていうなんか安心感があるので、なんか
あんまり気にせずにコスプレやりたいみたいな感じでやるかな。うん、なので私的おすすめは、まあなんかこの辺の何かやるノリノリ滝のですね。あとは、あとなんかしてほしいことってありますか？こっちもある。そう、今みんなと決めてさ、ここのエプロン決めたんだけど、うん、年明けのみこさん、みこさん一回やったじゃん、あれどっか行ったんだよね。だからまあなんか見つかったらやります。じゃあでもなんかそんなあれかも、あまり期待、どこ行ったかわかんない。みこさん実家にあるのかな。一回やったよね、カノンと、カノンと一緒にやったわけじゃないけど、カノンとやったよね。難しいな。なんか着たいな。なんかない？なんかコスプレしたいな。ちょっと明日はね、そのもう申し込みまできっとね、朝ちょっとバタバタしててメールが送れないと思うので、明日の受付終了までなので、ちょっとよろしく。このここにいる人しか知らない、何かっていうか、学生服よくない？だから学生服を着ますよ、制服を着ます。スーツ、うん、学ランね、もうなるほどね。車掌さん猫耳、うん、チャイナ、うん、あーってトトロスーツ、車掌の中から入れたり、そんなできないでしょ普通に。誰かその送ってくれるなら本家の方が切れますけど、そんな権限ないですよ私に。うん、キャビアテンダント園児、うん、マンジさん一日所長カープのユニフォーム、うん、なるほどね。あ、首輪の衣装、あ、ナナさんからもらったやつね。うんうん、なんだろうな、ちょっと調べてみよう。コスプレ人気、あ、このサンタさんかわいい。やっぱサンタさん人気なんだ。ファーストシングルの衣装はね、多分ね、衣装系は借りれないんですよね。なのでなんか自分で買えるやつ、用意できるやつでお願いします、現実的にね。ハロウィンね、ひょっこりはんのコスプレめっちゃおもろそう。普通にタンプトック着て、なんかメガネかけて、へえ。あ、プリンセスもいいな。あ、チャイニーズサンタコスプレかわいい。トナカイ、
ニメねあんまりわかんないんだよね。うーん、赤ずきんちゃん、アラジン、赤ずきんちゃん、うーん、あ、キキ、キキいいな、キキ、キキメイド服、うーん、ドレスいいね。あ、バニーガールがいいな。バニーガールでもね、もうね、多分耳が収まりきらないと思う。グラガール、あ、この辺子供用だな。子供用。で和服とか着たいな。あ、千と千尋の神隠しいいね。じゃコスプレ和服、確かにジブリいいなね。和風いいね。で和装ね、なんかここしか見えないの残念じゃない。和装でなんか下まで見せたい。握手会も一緒だけどね。そしたらなんかここでわかるコスプレない？なんかあれ欲しいんだよな。このサイン買おうかな。なんか家で着る着物みたいなやつがあって、私の好きなビレ版に家で着る袴かな、なんかお家で着るシリーズみたいなのがあって、なんか本格的な見た目なんだけど生地がすごいモフモフな感じ部屋着として着れるみたいな感じのやつがあって、あれいいよね。なんかもし家で握手会するんだったらなんかそのままゴロってできそうね。うーん、あ、キツネ耳ね。キツネ、キツネいいかも。あ、キツネかわいい。え、キツネかわいい。年明けキツネになろっかな。ちょっとスクショしとこね。巫女さんのキツネかわいい。スクショ、まあ小耳に挟んどってください。もしやっていう、ショールーム見てる人しか、それ言えなかった。ショールーム見てる人しか知らないっていうね。独り占めできますよ今なら。かわいい。うーん、かわいい。でもなんかキツネが可愛いんじゃなくって、なんか吉岡里帆さんが可愛いからイコールキツネ可愛いみたいなイメージだよね。もうなんかキツネが可愛い、キツネのコスプレが可愛いってさ思ってる人絶対さ想像する人、吉岡里帆さんのキツネを想像してるでしょ絶対。ね、なんかそんな気がしない。キツネいいな。まあでもそんな感じです。あとはまあで私なんか結構後から決めてっちゃう人なので、もしかしたらわかんないけど12月18日売り切れました全部、あ売り切れてるけどここなんちゃらしよっかなとか、なんか後付け
後付けが得意なので得意なので、なんか後々なんかあったらラッキーなので、まあ今何も書いてないところでもきっとなんかすると思います。私もし家で配信するんだったら、なんだろうな、ここにくまねちゃんがいてくまねちゃんと一緒にとか、あとなんだろうな、うん、まあ、パジャマでとか、最近買ったお気に入りの服でとか、いろいろテーマがあると思います。 JK はいつでしたっけ？ JK は1月16日です。おさらい、1月16日が JK で、10月31ハロウィン、12月24がサンタさん、2月13がなんかバレンタインな感じ、まあ1月11、13、まあこの1月でこうキツネちゃんやらミコさんやら、まあとりあえずハロウィンどうしよう、あハロウィンどうしようって思ってる人はね、もう手遅れだよ。どうしようって思ってる時点でってハロウィン一応ポチッとこって思ったらいいと思うよ、うん、きっとどこの部を撮っても楽しみね。楽しみだね。ハロウィン何のコスプレしようって、あ皆さんもコスプレするのよ。なんかめっちゃ楽しそう。一緒にしようコスプレ。ぜひぜひ一緒にお待ちしてます。確かに皆さんもさ家でとかだったらさコスプレしやすいのかなね。楽しそう、めちゃくちゃ。でも最近すごい着たい服がめちゃくちゃ溜まってるので、でもね問題はこの握手会開始が10月31だから、そもそもで普通の服着るって言っても10月23とかだから、もう私が握手会で着たいなと思った夏服は着れないわけなんですよ。もうまあそれはなのでチェキで撮ります。チェキでねいっぱい撮る、うん、なのでチェキ申し込んでる方はお楽しみに、楽しみにね。うん、あ確かに無謀の振り替えとかでも着よっかな。振り替えでね、9月、まあ確かにね、そうだね、9月だしね。まあ振り替えまだ日程が決まってないので決まり次第って感じですね。うん、こんな感じで、あ、私全然リップ塗ってないわ。なんか色ないなって、あ、これしかないリップ。まあ明日の13時までです。後悔ないなきようとか言いつつ、なんかこれ濃いんだよなとか言いつつ、まあ何も完売しなかったらそれはその時はその時でその時はその時でね。3時終わってもさ10月31日のあの部残ってたらめちゃくちゃ面白くない？なんか面白くないっていう言い方が合ってるのかわかんないけどさ、なんかいやその部分どんだけその部みんな買いたくないんかいみたいな感じじゃないあんなに2時で他の部完売したのにね、そう逆になんかめっちゃね、逆に泣いちゃう。もうなんか2時まででみんな満足しちゃったのか、ピエン2時までの女ピエンってなっちゃう2時までの女。
ぜひ。誰か200枚当たったみたいな亡者いないかな、3時でいろんな報告待ってます。この部きっと俺しかいないよみたいな感じの面白い報告でも全然いいですよ。もう分かんないですけどね、一部がどんだけ。モサっていうの、亡者、なくなっちゃう亡者だと。モサ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 、私知らなかった、ずっと亡者って言ってた。ちょっと失礼ですね、申し訳ない。モサモサ、皆さんじゃあモサモサになってください。アイアムモサってなってください。金の亡者で、かお金の亡者って言うよね、それか。そしたら握手会の亡者って言うくない？まあいっか、うん、それはそれで、まじゃあその辺で終わります。13位アルスさん、ユミリンタウンシチューありがとうございます。12位タネさんありがとうございます。11位クマネパパさんありがとうございます。10位ナコ石秀ナコユミコさん、ユミコ大好き、入れろと昨晩催促されたのでありがとう。9位ユッキンさん、ユミリンガチ恋中ありがとうございます。8位スギヤンさんありがとうございます。7位おいでます元気さん、女神配信早い配信ありがとう、お話し会でねありがとうございます。6位遠藤さん、ユミリン大好きありがとうございます。5位ハルミンさん、滝の神吉しありがとうございます。よいしょ、4位としきさん、ギリギリまで悩んでたパネル応募して当選できました、おお、おめでとう、私の代わりに飾ってください、ありがとうございます。3位スランプくんさん、自分の誕生日にいっぱい撮ろうと思う、おっ、じゃあぜひねハッピーバースデーが最後までゆっくり歌えるぐらいお願いします。お誕生日一緒に過ごしましょう、1秒でも長く、ありがとうございます。2位ゆうくんさん、ありがとうございます。そして第1位が鳥団さん、パネル当たりました、おめでとう、私の分まで可愛がってくださいパネルを、パネルを可愛がってください、ぜひぜひ。今日のラッキーガールラッキーボーイはでーくまれパパさんありがとうございます。あ、いたわ違う、もう壇上に登ってる人しかいないのかな。ギフトをくださってる方がなかなか、もう廃止しようかなこの制度、逆にね、めっちゃ探すことになっちゃう。アキさんさんありがとうございます。アキさんさん、明日いいことあるでしょう、ありがとうございます。はい、じゃあそろそろっていうか、もうそろそろじゃない、この辺でこの辺で明日の13時までなので、私はもう13時、明日の13時まで何も皆さんにお伝えできないので、今からね申し込む方はぜひぜひ今からよろしくお願いします。明日はね一緒に黙祷をしましょう。それでは
最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやみりん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。